今回ですね、誰でもお金持ちになれる方法、しかもね、あんまり働かずにお金持ちになれる方法として注目しているのが、たまたま今見かけた記事なんですけども、落差1メートルの水路でも発電可能、設置も簡単な、小水力発電機ということですね。これ写真見てください。これ発電機なんですよ。で、川のせせらぎがありますよね。この小川のせせらぎ、本当にね、ドブみたいな大きさなんですけども、ここの水圧で発電できるっていうんですよね。こういうのずっと私も想像してたんですけども、製品化されないかなと思ってたところにこの情報が届いたんですよ。というのも、これ実は今日たまたま見かけたんですけども、数年前にも一回見てるんですよね、これと似たような記事を。なかなかいいなと思うんですよ。で、これでどうやって儲けるかと言いますと、まあ、まずね、山奥のその水が、山水が湧き出ている山をね、1個とか2個とか買うんですよ。そんなに高くないと思いますよ。なんか100万円とか200万円とかで出てるんじゃないですかね、山1個とか。まあそういうのを買って、こういった山水が流れているところに、おもむろにこういう風なのをね、設置するわけですよね。まあ設備投資にいくばくかかりますけども、それはクラウドファンディングで集めてもいいんじゃないですかね。まあそういう風にして、この発電機を1個でも物足りないんで、例えば100個とかね、1000個とかを設置するわけなんですよ。あとは、防犯対策とかね、あと、害獣対策ですか、イノシシがぶち壊さないように気をつけるとかね、そういうのをしなくてはなりませんけども、太陽光発電よりは、ちょっと魅力があるんじゃないかなと思いますよね。で、基本的にもう放置するだけなんで、楽ですよね。あと、送電をどうするかって問題がありますけども、そこはこれからね、細かく、事業の検討をしていくってことで、発想としては、ここで発電したもので、まあ、売電していく、電気を売っていくっていう形でございます。全く働かずに、まあ、機械さえね、メンテナンスできていれば、まあ、未来永劫ずっと、電気っていうかエネルギーとかね、お金をもたらしてくれるって形ですよね。まあ、原理は簡単なんですよ。今ご覧のように、発電機があるだけというね、誰でも、考えられそうなところです。それで、こちらの方に細かい、スペックが書いてますんで、いろいろね、机上の空論立てて、で、いくらの設備投資で、どのぐらいの電力が発電できてね、どのぐらいで売れるのかっていうシミュレーションをして、で、何年間で損益分岐点を超えるかなってことができると、まあ、それで事業化オンということですね。場合によってはその事業計画をもとに銀行に持ち込んで、銀行からの融資を受けるっていう形もあると思います。まあ、エネルギー政策っていうのは国も進めてますんでね。こういったところで、もう、こういうね、記事一つでも、必ず儲かる方法ってあるんですよ。なぜなら、こういうふうな技術開発って、誰かの役に立つためとか、誰かが儲けるためにやってるんですよね。まあ、だからこういうのを後乗りして、やらせていただくって方法はあると思います。もちろん、もともと山林をお持ちの方とかね、ちょっと山、田舎に住んでて、西アクラソンとかに住んでいて、あ、このドブがちょっと使えるなってことは、こっそり設置するみたいなこともあると思いますけどね。そこからはいろいろと発想次第でございます。まあ、法律にかからないように、人の迷惑がかからないように、発電をして、その電気で地域をね、潤していくっていう方法もあるんじゃないかなと思います。まあ、これでね、あなたも発電事業者ということでございます。日本電力とかいうのね、作って、やってみてはいかがでしょうか。それでは、今回は以上です。